さんこんにちは。一品館の清原です。今回の一品館のですね、オーディオ情報チャンネルなんですけれども、フランスのですね、リバイバルオーディオからですね、新たに、追加輸入されたですね、このフロア型のスプリント4、それとですね、後ほど紹介する3ウェイのですね、フロア型の結構まあ大型のスピーカーのアトランティス5というものを紹介していこうというふうに思います。で、このリバイバルオーディオというメーカーなんですけどね、前回の、紹介の時にも申し上げましたけど、ディナーオーディオのですね、営業だったジャッキー・リーという人と、ディナーオーディオやですね、フォーカルでエンジニアを務めた、ダリエル・エモンズという方がですね、共同で、設立したですね、フランスのですね、オーディオスピーカーメーカーということになります。特徴はですね、いくつかあるんですけれども、まずこの、フロア型とですね、ブックシェルフ型の特徴はですね、このように、バッフルが外れると。しかも、このグリルも外れるし、こう、バッフルごと外れるし、この浮かした状態でバッフルを取り付けることもできるという、非常に大きな特徴があります。ね。まあ、これはですね、このバッフルをですね、本体から浮かすことによって、共振などを防ぎつつ、最適な指向性ですね、拡散特性が得られるようにということで、このような構造になっています。で、ツイーターはですね、これは28ミリ口径のですね、テキスタイルドーム、いわゆる布ですね、ダリなんかが使っているテキスタイルドームツイーターになりますけど、このツイーターの特徴として、ちょうどここにいいものがあるんで、このようにね、振動板があって、これがこう震えた時には、前と後ろに同じだけの大きさの音が出るんですよ。で、普通はですね、ウーハーの場合は、このキャビネットの中に空気容量と吸音材があって、車のマフラーのようにね、後ろ側で後ろの音を吸音したり、あるいは反転させて低音として使ったりということをするんですけど、ついたの場合、後ろの音っていうのは全く使わないんですよ。で、普通はですね、ここに空間を作ったりしてですね、この音をですね、消していくんですけど、ここのね、消し方がメーカーによっていろいろあって、昔ですね、ダイアトーンとかヤマハとかがですね、非常に高質なドーム型のツイーターを使ってたんですけど、後ろただの金属の板なんですよ。なのでこれが動いたら、この金属の板から反射して、その音がこの金属板を通ってね、なので輪郭がこう二重になってザラ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 してたんですけどね。あれはもう後ろの吸音構造が具合悪かったんです。で、現在この後ろの吸音構造っていうのは、例えば吸音材をこの近くにつけるとですね、ここの空気の容量が減って、ここの振動がしにくくなるので、この空気の容量を大きく取りつつ、しかも音を出さないようにということで、B&W なんかはね、ツイーターオントップって言ってね、ツイーターの後ろにこの細長い、ノーチラスチューブって言うんですけど、細長い管を入れて、ここで音を消すというようなことをやってます。で、このリバイバルオーディオはですね、ここのですね、ドーム型のすぐ後ろに吸音材を入れてるんですけれども、空気は透過しても、理想的に音を吸収していくというような、非常にちょっと特殊なですね、後ろ側の吸音処理をやることによって、このテキスタイルドーム型ツイーターの歪みを減らして透明度を上げるということをやっています。で、もう一つ大きな特徴として、玄武岩というね、花崗岩をですね、グラスファイバー状に、細くして、それを編み込んだですね、振動板を使っています。で、この玄武岩を使うっていうのは、通常のですね、グラスファイバーとかケブラーよりも、強度が高いんです、玄武岩の方が。プラス、繊維製のものを組み合わせることによって、内部損失ですね、響かないようにして、強度が高くて軽くて、という、理想的な、この振動板を作っているということで、非常に、ユニットからね、こだわってオリジナルで作っているメーカーということで、技術的にやはり、ディナフォーカルとね、移籍して、現在、このリバイバルオーディオを、の設計をしている、ダニエル・エモンズという方のですね、やっぱりかなり高度な設計技術が使われているなというふうに思います。このあたりの技術もですね、ツイーターの後ろ側の音の処理であるとか、この玄武岩を使うユニット、そして歪みの少ない磁気回路ですとか、あるいは後ろ側にやはり現在の B&W もそうしてますけど、
この後ろにね抜ける空気を早く抜かないと、やっぱりここで後ろの空気が詰まるとですね、ユニットがこう動きにくくなって歪み始めるので、後ろ側に空気が抜けるとか、そういった現在最新のトレンドに沿った設計がされています。まあ、これがですね、ヨカペアで34万ということなんですけどね、これフロア型で1本34万でもいいかなっていうぐらいのかなりの質感なんですけど、ポークとかですね、ダリのですね、同じぐらいのサイズの 1.5 倍の価格に収まっていながら、まあ、B&W に近い、702-705 シグネーチャーで使ってきた大型の空振コイルであるとか、バンデンハルの OFC の配線であるとか、まあ、あのコストパフォーマンスは相当高いというふうに思います。で、実際にあのブックシェルフのスプリント3というのを聞きましたけど、この玄武岩を使っているユニットの音っていうのは、太くて濃いんですね。これがやはりあの通常の紙コーンを使っているものとはかなり違って、密度の高い中低音が出ますから、あの後ほど聞いていきますけど、そのあたりも注目して聞いていただければというふうに思います。はい、こちらがですね、スプリント4というモデルになります。仕上げはですね、このオークとウォールナットとマットブラックの3色の、展開になります。先ほども紹介しました 28mm ARD ですね、エアードテキスタイルドーム、まあ、後ろの特殊な基本を使っている。で、玄武岩サンドイッチ構造のですね、ウーハーが2つです。 2.5 上ということで、周波数帯域を調べたんですけど、非常に特殊で、このツイーターとこのスコーカーはですね 2.2kHz、 そしてなんとこのウーハーはですね、通常は500とか非常に低いとか使うんですけど、これも 1.6 キロっていう非常に高いところで切って 2.5 ウェイって言っても、2ウェイプラスウーハーではなくて、2ウェイでこれがわずかにずれて動作してるというね、かなり特殊な、分割周波数帯域を使っております。能率は89デシベル、再生帯域は 45Hz から 22kHz、入力インピーダンス4オームですが、最小インピーダンスが 3.8 オームなので、真空管部なんかでも意外に使えるかもしれませんね。サイズですけども、高さが1060、幅が213。この213というのは、ブックシェルフ型のですね、スプリント3と同じサイズになります。奥行きの307というのも、ブックシェルフ型のスプリント3と同じサイズ。単純に高さが高い。まあ、この足の部分のサイズは入ってないと思いますけど、重量は 20.6 キロと、まあ、そこそこ重たいスピーカーになりますね。こちらを聞いていきます。で、今回聞いていくアンプなんですけど、エアボーのですね、モデル 40N リプレイですね。こちらで聞いていこうかなっていうふうに思います。で、接続しているのはエアボーの SPK300 というスピーカーケーブル。で、アンプのですね、電源ケーブルは少しおごってあげて、AET のですね、TSD-HR を使っております。で、まず聴いていく楽曲ですけども、通常のようにインスト3曲、ボーカル3曲プラス何曲か聴いていこうと思うんですけれども、まずですね、最初のせせらぎとエルガーの愛の挨拶はこのグリルも全部ついた状態、そしてこのグリルの外れた状態、そして最後に全部外した状態ですね。この3通りでね、聴いていこうというふうに思います。では全部付きの状態でですね、せせらぎから聞いていきたいというふうに思います。
はい、まずね、両方ともにグリルのついた状態で聞いてみました。そうですね、あのフォーカルやダリのですね、同クラスのスピーカーと比べて感じるのは、やはりね、あの 中低音の密度が高いということですね。音の数が多いと書いてもいいんですけど、ね、スピーカーの音ってなんか薄くて、ちょっとこうあの半透明みたいな感じになるんです、なることが安いものでは感じられるんですけど、これはそうではなくて、非常にこう空気をですね、しっかりグリップして、密度の高い音波が出てくるというイメージですね。音も非常に細かいです。で、まあ、同じあのフランス製のフォーカルと共通のイメージを感じる中低域に非常にウェイトのある音なんですけど、高い音もですね、ずいぶん上まで伸びてるんですけど、どちらかというとこう、あのいい意味でこうスッてロールオフしてるんで、高い音は伸びてるけど、なんかあの子音がですね、特にきつくなって気になるということはなく、とてもあの滑らかな、そうですね、あの非常によくできたフルレンジなんだけど、フルレンジでは絶対出ない細かさを感じさせるというような音で聞こえました。音の広がりなんですけども、スピーカーよりやや前に音像が広がる感じですね。音は十分に広がるんですけど、まあ、スピーカーを中心に大きく広がるというのではなくて、まあ、スピーカーよりも前にこう音が、音像が出てくるというようなイメージで聞こえました。では次ね、グリルを外して同じようにせせらぎを聞いてみようと思います。グリルのみ外してバッフルのみで聞いてみました。あのグリルを外すことによってね、やっぱり高い音の細やかさは増しているんですけれども、あの個人的にはちょっとあの音のバランスがやや早上がりになって、攻撃があの穏やかにロールオフしてて聞きやすかった、グリルありの方が好ましかったように思います。であとですね、やはりこのね、手で叩いても分かりますけど、このね、あのバッフルがですね、共鳴するために広域にですね、あのリンギングっていうかね、あのゴーストみたいなものがついて、やっぱり見通しが悪くなるのと、広域があの不要にざらついてきつくなるので、まあ、個人的には僕このモードはあのあんまり好きじゃないですね。バッフルによってこの指向性が良くなるんでしょうけど、測定的には、聴感的にはバッフルが共振することによってスピーカーから余計なこうノイズが出てるんで、僕としてはあのない方、あのグリルをつけておいた方が、そのグリルをはめることによるこのバッフル の暴れというか鳴きが抑えられてるのかもわからないんですけど、音はその方が個人的には好ましかったと思いますね。まあせせらぎの範囲ですけど、次はですね、このバッフルもバッフルプレートもですね、外してはい、せせらぎをね聞いていこうと思います。で、あの先ほど着脱の時に、ね、僕もちょっと失敗しかかって怖かったんですけど、これね、こういう状態でもひっついていくんですね。そうするとこのバッフルの穴がですね、このついたを押さえてしまうので、必ずこのきちっと合わせてからはめてあげた方がいいです。これね、磁石で食いつくんで、この状態からも張り付いていくんで、そうすると
この あのバッフルプレートがついたを先ほどちょっと押さえてしまったので危ないところでした。なのであの注意しながらやっていただいた方がいいと思います。では全て外した状態でもう一度せせらぎを聞いてみようと思います。グリルをね完全に外して聞いてみました。まずグリルバッフル付きの状態で聞いてたあの音像がちょっと前に出るっていうイメージですけど、これグリルを外すことによって音像が下がったので、あの前後方向のね広がりが大きくなったように思います。左右方向はさほど変わらなかったかなと思いますけど、ユニットの前に邪魔物がなくなったことによって、音がですね非常に細かくなりますね。特にあの中高域が細かくなってベールが剥がれたようにそれぞれの音がはっきり聞こえるようになりました。水泡が弾けるようなイメージですとか、鳥の声のあの鋭い感じですとか、全体的に音が近くなるんですけど、まあ音像は後ろにも広がるんで前後方向のね立体感が深まるとともに全ての音が細かくなったので、ベールが剥がれた、一枚ベールが剥がれたというようなイメージに音が変化しました。では次はですね、エルガーの愛の挨拶ですね、すべてついた状態とすべてない状態、この2通りで聞き比べてみようと思います。グリルとですねバッフルをつけた状態で、後藤みどりさんバイオリンのエルガの愛の挨拶を聞いてみました。このね曲ってやはりねバイオリンが細くならないか、バイオリンが硬くならないかというところがすごく重要なんですけど、このスピーカーそこがいいですね。まあもちろんこのあのエアボーのモデル 40N リプレイもいいんですけど、このバイオリンの中音から高音にかけての
音の色彩感とか、まあ、艶っぽさ、このあたりはもうあのペア34万というスピーカーでは考えられないような感じですね。まあクリアネスとかいうのを除いてしまえば、まあ、価格がばいのですね B&W の 702S3 とですね鳴らし比べてもいいんじゃないかなっていうぐらいの質感の高い音が出ます。やはりねあの20キロっていう重量もそうなんですけど、結構こうあのユニットが1個ずつしっかり作ってあるとか、ネットワークがしっかり作ってあるとか、お金がかかったスピーカーの音がしますね。やはりねもう少し安いスピーカーになるとですね、あのキャビネットの音が低級であって、ちょっとガサガサとかパサパサしたっていうような音が出てくるんですけど、そういうことがなく非常にこう緻密で滑らかな音が出ますね。これはあの相当高級な音だと思いますね。でこの曲に関してはこのバッフとグリルをつけてますけど、それが音を邪魔してるっていう感じはなくて、非常にバランスが取れたあの心地よい音で、あのこのエルガの愛の挨拶がなったと思います。でやっぱり玄武岩を使ってるこ の, あのミッドレンジウーハー、まあ、ダブルウーハーの良さでですね、ピアノの音がですね非常に厚みがある、プラスピアノのですねアタックの音がですねきちっと出ますね。ここも薄くならない。やっぱりねテキスタイルドーム型のツイーターを使ってるスピーカーって高い音がちょっと薄くなりがちなんですけど、これはねテキスタイルドームを使ってるんですけど、高い音もきっちり芯があって、この あの玄武岩のユニットを使う中低域のですね密度の高さに負けない、あの緻密な密度の高い厚みのあるっていうとおかしいんですけど、そういうあの攻撃を聞かせてくれて、あのとても好印象でした。では次ね、バッフルもグリルも外して同じ曲を聴いてみようと思います。グリルとねバッフルの両方を外してエルガーの愛の挨拶を聞いてみました。グリルをねあの外したことによって、やはりあの障害物がなくなるんで、一つずつの音がくっきりしますし、細かい変化強弱なんかもあのよりよく分かるようになります。でそれがどういうイメージかというと、グリルがついてると、コンサートホールのですね中頃か中頃前方あたりで、グリルを外すと、前方あたりということで、やはりあのかなりそのあの音のイメージがですね、あの演奏のイメージが変わってきます。僕はどちらでもいいと思うんですけど、個人的にはグリルがあった方が、その反射音と間接音のですねバランスはですねちょうど本当にあの心地いいあの S 席 SS 席っていうあたりで聞いてる音に近いと思います。でグリルを外すとですねちょっと席が前に行くので、演奏全体の雰囲気を味わってるっていうことはできるんですけど、それよりも一つずつの音を分析的に聞いてる、モニターしているというような印象が強くなりますけれども、あのこれどちらも完全に両立しているので、その時の気分や、演奏の録音によってですねこれはつけたり外したりすればいいと思います。例えばあの今の車の高級車にはですね、サスペンションセッティングはあの変えれる、あの可変ダンパーっていうのが装着されてるんですけど、まあ、過去のね可変ダンパーっていうのは
どれかが良かったら硬くなりすぎたり柔らかくなりすぎたりしてうまく両立しなかったんですよ。でも今のあの車っていうのは結構その柔らかい部分と硬い部分、要はゆっくり走りたいときは柔らかくして、スポーティーに走りたいときは硬くするっていうような、この切り替えがですね、うまく作用するんですね。だからその時のあの気分とか速度レンジ、あるいは道のあの平坦だとか凸凹だとかっていうところでそれを切り替えると結構どちらも両立して快適に走れるんですけど、ちょうどこのスピーカーもですね、同じようにそのグリル、バッフル込みと全部外した状態で2つの違う音色が楽しめるので、これはあの両方ありだなっていうふうに思いました。で、今後のですね、出張なんですけど、これはですね、個人的にはモニター的に聞かせてくれるスピーカーっていうのはたくさんあるんで、やはりその音楽性重視で聞かせてくれるスピーカーっていう方がどちらかというと今現代のスピーカーとしては少なめなので、全部つけた状態でですね、これからの出張は行いたいというふうに思いました。ネットをね、つけた状態で聞いていこうということだったんですけど、忘れてしまって全く何もない状態でバッハバイオリンコンチェルトを聞いてみました。イメージとしてはですね、やはり中低音がですね非常に密度が高いの で特にね、ペア34万円というクラスのスピーカーではやはりね、密度の高い音ってなかなか出ないんですよね。精度もそうなんですけど、やっぱり解像度は高いんだけどイメージとして音が軽いという感じがあるんです。でもスプリント3もそうなんですけど、やっぱりこの玄武岩を使ってるウーハーのユニットの音だと思うんですけど、やっぱりそこがね薄くならない、音質の濃さというのがとても魅力的に感じられました。曲の始めのですね、やっぱりコントラバスとチェロの帯域がですね非常にきちっと出るということと、ローエンドまできちっと出てそこがぼやけないというのがとてもいいですね。で、あと弦楽器の相乗構造もきちんと分解されます。ソリストもですね非常に明快になるんですけど、個人的にはこの曲はソリストですね、つまりヒラリー・ハンさんのバイオリンがもうちょっと一歩前に出てきてほしいなというふうに感じました。でもどう聞いてもペア34万というスピーカーから納
ってるとは思えない立派な音がしますね。イメージとしてはやっぱりペア60万からかなっていうぐらいの音が鳴ってるので、スピーカーとしての素質は非常にいいというふうに思います。ではね、ちょっと忘れてたので、もう一度ネットをつけてバッハを聞いてみようと思います。ネットをつけて再びバッハを聴いてみましたけども、不思議なんですけどね、ネットありの方がですね、音の分離も良くて、こうあの、なんていうかな、音の広がりもこちらの方が自然な感じがしますね。で、一番あの気になっていたソリストと伴奏の対比の部分も、ネットがあった方がそこがはっきり出てくるという、あの通常のあのイメージだとネットを取った方がこうすっきりはっきりするんですけど、逆にですね、ネットがあった方があのすっきりするというようなイメージになりました。まあ理由はですね、やはりあのこのネットをつけたことによって、このバッフルとですね、このあのバッフルプレートの共振とか、まあ音の広がり、このあたりがですね、あのよりあの理想的になるんじゃないかなというふうに想像しますけど、まあ、普通はねなかなかこういかないんですけど、このあのスプリント4に関してはこのグリルもネットもあった方が僕は音はいいのかなという気がしました。強弱もはっきり分かりますし、やはりねあの中低音の密度が高いということがこのスピーカーの最も大きい魅力かなというふうに感じさせる鳴り方をしてくれました。では次はねタイタニックを聞いてみようと思います。
タイタニックをね聞いてみました、バグパイプの音なんですけど、これはねやはりあのちょっとねあのフォーカスが甘いっていうか、でもねその甘さが魅力的で、バグパイプのあのキンという張り詰めた感じはこれはちょっと薄いですね。であの低音が入ってくるところはもうこれはもう圧巻のあの重量感で、非常に低いところまでグッと伸びてきますね。で曲が進んでいくとですね、まあこの曲のイメージっていうのはもう少しこうあの透明で冷たいイメージなんですけどね、冬の海なので、でもそれがですねちょっとあの暖かいっていう、まあ、フォーカルはあの柔らかいんですけど暖かくはない、これやっぱり玄武岩っていう材質のせいなのか知らないんですけど、ちょっとこう暑いですね、あの温度感が高いで、なおかつもっと音があの曲が進んでいくとすごい低音出てるんですけど、なんとなくそのグッて出てこっからもう一歩のふわっていうところがちょっと足りないんで、少しこう固まりすぎてる感じ、もう少しあのほぐれてもいいんじゃないかというようなイメージはありました。でもこれはねあの好みの問題だと思います。いいとか悪いとかではなくて、どっちが好きどっちが嫌いっていうような問題だと思います。ということで、まあ、タイタニックを聞いた場合、このスピーカーの特徴としては温度感が高いということと、密度感が高いということ、そして密度感が高いゆえに音がこうセンターに寄ってるんじゃないですけど、こう音がグッと凝縮されて、その凝縮された境界からのふわっていう広がり感がやや乏しいというイメージでした。でも本当にあのこれは録音で聞いていただいて判断ということになりますけども、好みの範疇だというふうに思います。では次ストレンジャーを聞いてみようと思います。ストレンジャーをね聞いてみました。まあ、この曲はですね、いつもそばにいた彼氏がですね、ある日なんか突然ストレンジャーですね、違う人みたいに感じて、違和感があって、なんとなくこう寂しいとか距離感を感じるとかっていうのがテーマの曲なんですね。音としては最初のあの金属の音のクリアな感じとか、このテキスタイルドームらしくない芯の強さ、ここはあの素晴らしいと思います。で次にですね、指打ちが入ってきた時の指打ちのアタックの強さ、これもいいと思います。でそこからですね、打ち込みの中低音が入った時のですね、中低音のこの厚みに関しては、これやはり圧倒的というふうに言っていいと思います。はい、でもですね、
この曲ではその肝心な寂しさとか悲しさの表現が出ずに、この歌ってる女の人がもう彼氏なんかいなくても私大丈夫的な、すごい強いワンダーウーマン的なね、強さを感じるので、この曲を聴いてる場合、このスピーカーのキャラっていうのはちょっとこの曲には合わないというふうに私は感じました。まあ、ということでですね、次夏の終わりのハーモニーを聴いてみますけど、ニュートラルから明らかに明るいとか明らかに強いとか、まあマグマっていう感じのね、音が出てるんじゃないかなと思います。だから結構ね、強めの音とかロック系の音とか元気系の音楽にはめっちゃいいんじゃないかなという気がしますね。では次はね、夏の終わりのハーモニーを聴いてみようと思います。今日のささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー、夢も憧れもどこか違う、夏の終わりのハーモニーをね、聴いてみました。この曲はですね、玉木さんがですね、井上陽水さんとの別れを、思って、書いた曲というふうに聞いてます。で、実際やっぱり悲しいイメージが強いということなんですけど、まあ、この、リバイバルオーディオのですね、スプリント4で聴いてみるとですね、悲しいイメージはそんなにしないです。だからね、過ぎ去った昔を懐かしみながら強く未来に踏み出していくというようなイメージに聞こえますね。やはり全体的に元気がいいとか明るいとか、まあ、それがですね、このグリルをつけた状態のこのスプリント4のですね、キャラだというふうに思います。エアボーのモデル40リプレイっていうのは、これはやや明るいですけど、ちゃんと沈み込む音は沈んで、悲しい音は悲しくなりますけど、それをですね、このリバイバルオーディオスプリント4と合わせると、やっぱり悲しさはですね、少し和らぐ感じですね。なくなるんではないんで、なくなってしまうと完全にチャラい音になるんですけど、そういうことはないです。なのでニュートラルから言うと、ちょっとハイライトが強い、コントラストを強くして、全体的に輝度を上げたようなイメージの再生音ですね。だからやはり先ほども申し上げたように、元気系の音楽にはすごくマッチしますけど、悲しい系の音楽をこれで聞くのはちょっと違うのかなという感じもします。まあ、悲しい系の音楽にはね、悲しい系の音楽に合うようなスピーカーがありますから、まあ、そちらを使っていただければいいと思うんですけど、まあ、はっきりね、キャラが立ってるっていうのは、選択の時には選択しやすいというふうに思いますね。ではいつものようにイッソセレナーデ島田加穂さんと、ベートーベンピアノコンチェルト皇帝の冒頭部分を聴いていくんですけど、この2曲はですね、あえてこのグリルを外して聴いてみて、それがですね、普段とどのように
違って聞こえるか、あるいは普段と同じように聞こえるかということは、皆様の方でですね、放送を聞いて判断していただければというふうに思います。ではね、2曲を聞いた後、大型のですね、アトランテ、5というスピーカーにセッティングを変えて聞いていこうというふうに思います。Thank you.